はいどうも、クラウチングスタートの経験ゼロ、どうもキワチンです。はい、今回はですね、遊戯王デュエルモンスターズ3をやっていきたいと思うんですが、今回はですね、特別編というかおまけ動画になります。本当のラスボスね、カードマージン真の姿と戦う前にどうしてもやっておきたいというか検証したいことがあるんですよ。デュエル中にエクゾディアを揃えたら一体どうなるのかっていうのをね、検証してみたいと思います。で、その実験のモルモットになっていただくデュエリストはもちろんキャベツだ。はい、ですね、こんな感じでデッキ入れております。封印されし者のねパーツを全部これでまあ戦ってみたいと思います。一体どうなるのか。ではね、早速デュエル、さあ買い場よ、勝負だ。幻獣をガゼル召喚、ターンエンドだ。俺はじいちゃんのカードを信じるぜ。ダメだ、こんなカードでは勝てない。クソ、このカードで召喚だ。幻獣をガゼル攻撃、よし、ターンエンドだ。買えばよ、お前のカードに信じる力は宿っているか。俺はこのカードを信じるぜ。ビッグシールドガードナー、これを守備表示で召喚だ。攻撃、よし、ターンエンドだ。何、このままでは負けてしまう。だが俺はじいちゃんのカードを信じる。パンサーオリア、とりあえずこのカードを召喚だ。攻撃、ターンエンドだ。よし、ここでこのカードを使うぜ。六芒星の呪縛、よし、そしてパンサーウォーリアを召喚、そして巨大化だ。ターンエンドだ。俺はじいちゃんのカードを信じる。じいちゃんは俺を信じてこのカードを託してくれたんだ。このカードを召喚だ。ターンエンドだ。このままでは負けてしまう。アックスレイダー召喚、ターンエンドだ。何、何、くっ、さすがだなカイバー。くっ、このカードか。このカードを使わせていただく。森だ、ターンエンドだ。何、ブルーアイズだと。このままでは負けてしまう。くっ、どうしろと言うんだ。ターンエンドだ。ただ俺は相変わらずじいちゃんのカードを信じるぜ。このカードを召喚、攻撃、ターンエンドだ。買えばよ、お前はカードを信じているか。何、クソ、なかなかやるな買えばよ。俺のターン、クソ、こんなカードではブルーアイズを倒すことはできない。ターンエンドだ。何、直接ダメージを与えるだと。く、俺のターン、召喚、ターンエンドだ。
召喚ターンエンドだ。くブルーアイズホワイトドラゴン、くどうしろというのだ。俺のターン、ミノタウルス召喚ターンエンドだ。くブルーアイズ、俺のターンだ。このカードを使わせてもらおう。闇の呪縛、万能地雷グレイモアを仕掛けてターンエンドだ。よし、俺はじいちゃんのカードを信じるぜ。源氏をガゼル召喚ターンエンド。俺は何があってもじいちゃんのカードを信じる。じいちゃんのカードを信じるぜ。見習い窓召喚効果、これでパワーアップだぜ。パンサーよりは3600だ。ブルーアイズに勝てるぜ。ターンエンドだ。このままでは負けてしまう。ただ俺はカードを信じるぜ。光の護風拳、これで3ターン封じることができる。ターンエンドだ。このカードか。何？もしかしてこれはじいちゃんの言っていたエクゾディア。ということはあと左足とそして本体のパーツが揃えば何かが起こるというのか。ターンエンド。ここでこのカードを使う。ウイルスカード、相手のカードは消滅だ。これで直接攻撃ができる。ターンエンドだ。封印されしエクゾディア。ということはあと左足さえ揃えば何かが起こる。ターンエンド。このままではやばい。俺はカードを信じる。ターンエンド。よし、俺はカードを信じる。サンダーボルト。よし、ここで一斉に攻撃すれば相手に勝つことができる。ターンエンドだ。これか。怖っ。なるほど。おはあ。なるほどなるほど。おうほうほう。はい。はいはい。はい。はい。というわけでね、まずはね、茶番にお付き合いいただき、本当にありがとうございました。そしてすみませんでした。いや、
あんな感じだったんですね。まずね、音がピタッと止まって、で、あの画面になって、ちょっとね、正直ちょっと怖かったですね。鳥肌バーッと立ったんですよ全身に。いや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 、僕の想像ではなんかね、デュエル画面上でなんかエクゾディアパーツが全部揃いました、あなたのデュエルの勝利ですっていう文字がパッと出るのかなと思ったんですけど、あんな感じでね、ちゃんとエフェクトなってましたね。これはね、発見になりました。皆さんも意外と知らなかったんじゃないですかね。はい、というわけでね、今回はデュエル中にエクゾディアパーツを全部揃えてみたでございました。まあ、検証結果、デュエル中にエクゾディアパーツを全部揃えると、ちょっと怖い。